シャローシラジオサニーデーフライデー。今回の配信は前回の続編です。それではどうぞ。はい、いろいろ行動をね、これからしてみたいなと。そうは言っても、やっぱ行動することって結構恐怖じゃないかとか、怖いじゃないかと思う方いらっしゃると思うんですけども、私からまあワンポイントアドバイスというか、どうやったら声かけられるのかとか、行動できるのかっていうところをお話ししていきたいなと思います。で、行動するっていうのはもう、まず、まあ大前提としてやるべきというか、あるべき状態っていうのは、まずそのことを成し遂げたいとかやりたいというか、その気持ちが湧き上がっている状態のことを言うと思うんですよね。なんかこう、人からやらされて行動するっていうのは、その結果行動した時にも、なんか熱意が伝わらないというか、その行動するってやっぱ自分だけじゃなくて、相手の行動とかもこう促したりとか、相手の考え方にこう訴えかけるみたいなところってあると思うんですよね。なのでこう、やらされ感でやってしまうと、こう、どうしても相手とこう、触れ合った時に、相手の気持ちをこう動かせないってところがあると思うんですよね。なのでまず前提として自分の気持ちを高める。こういうことやりたいんだ。本当にやりたくて。でもそうするためにはまず声かけなきゃいけないんだとか、行動しなきゃいけないんだっていうような、まず気持ちを高めておくっていうのがまず前提にはありますね。はい。まずやらされ感じゃなくて、本当にそれやりたいのかっていう自分自身のこう気持ちを高めておくことっていうのはすごい大事かなと思います。で、そういう大前提を置いといて、で、じゃあまあ声かけるとか行動するときには、僕2パターンあると思ってるんですよね。その2パターンって何かというと、その行動する対象、行動する、例えば声かけたい人とか何かをしたいっていうような対象との接点がある場合とない場合っていうのがあると思うんですよね。まあ接点がある場合。でどういうことかというと、例えば街を歩いていて、もともとこう会いたいなって人がいた、もう目の前にいた時に、もう声かけたらもう絶対もう話しかけられる、もう行動できるじゃないですか。そういう接点がある場合っていうのはどうしたらいいかっていうところですよね。はい。まあこれはね、もう一つ、もうこれしかないなっていうのは僕は思ってまして、まあこれはもう声かけるしかないですよね。声かけるしかない。この前、ゲストに出ていただきました、YouTuber の竹千代さん、YouTube の竹千代クラブっていうのを運営されてる方なんですけど、竹千代さんとも吉祥寺で、僕が仕事の途中に歩いてた時に、ちょうどたまたま目の前にいらっしゃって、あ、もうこれ声かけないと後悔するなと思って声かけたら、そのポッドキャストの収録につながったっていうのがあるんですよね。もう、目の前に接点があるんだったら、もうこれは声かけるしかないですよね。その時の行動の原点としては、これを、この機会を逃してしまったら、もうこの機会、次の機会はないなっていう気持ちで行動する。まあ気持ちを奮い立たせるという意味でも声かけるしかないっていうのが大事かなと思いますね。で、もう一個のパターン、まあ接点がない場合ですよね。まあ自分としては会いたいし、会いたいんだけれども、その相手は自分のことを知ってくれてないし、どうにもこうにも会うような接点が今のところ持ってないですっていうようなパターンですね。まあその時にはどうしたらいいかっていうのは、僕が大事にしてるのは二つあるかなと思うんですよね。まずはその相手のことをよく知ることが大事かなと思うんですよね。はい。これ私もサニーデフライデーのいろいろゲスト会以前やってましたけれども、その時にもまずゲストの方に声かける時には、もう、まあ、基本ポッドキャストの方が多かったんで、もう片っ端からそのポッドキャストの方のポッドキャスト、繰り返しになってますけど、その方の会はもうほとんど全部聞いてますね。はい。全部聞いて、その人の大事にしてることだったとか、その人がよく繰り返し言ってることであったりとか、例えばまあ対談系のポッドキャストやってる方だったら、その二人の関係性であったりとか、その辺とかのまあ細かいとことかも結構聞いてますね。で、その聞いた結果、自分としてはこういう風に感想を持ちましたと。で、自分としてはこういう番組をやってるので、こういうところは詳しく聞いてみたいなと思って声かけましたっていうような、こう自分自身がなんで声かけたのかとか、なんであなたにとポッドキャストしたいんです、対談したいんですっていうところは、言えるように、まず相手を知るっていうことはやってましたね。まあ本当にただ単に行動すること、声かけるっていうのは大事だと思うんですけども、これ一番抑えなきゃいけないのかなと思うところは、その行動したことによって、相手の時間も使ってるってことは意識した方がいいんですよね。まあ当たり前かもしれないですけど、その30秒1分とか、メール見てくれる時間とか、自分とこう話してくれる時間っていうのも、その人の時間を奪ってることになるので、短い時間であっても、ああ、いい時間だったなと思えるように、ちょっとでもこう、声かけた方に関しての感想だったりとか、本当に気持ちだったりとか、自分熱意だったりとか、そこら辺とかは伝えることは大事かなと思ってます。そのためにも、自分の気持ちを奮い立たせるために、まず相手を知るっていうのは大事かなとは思ってますね。はい。接点がない場合に、もう一つ大事かなと思うものは、気にしないってことですね。気にしないこと。相手を知って、で、声かける。
とかメールを送るとか飛び込み営業するっていうのはもちろんする、それは関係なくしなきゃいけないんですけど、結果例えばその返信メールの返信がなかったりとか声かけてもやっぱ今回はちょっと無理ですとか断られた時とか時に一個一個はーっと落ち込むとかっていうのはしない方がいいかなと思いますね。ね、たまたまそれがね無理だったっていうのは、その、たまたま時間的な制約があったりとか、それがちょっとたまたま仕事があって無理だったりとか、結構そういうのあるじゃないですか。で、そこまで相手のことはコントロールできないので、そこら辺は仕方なかったなっていうふうに、もうちょっと切り替えるというか、そういった気持ちは大事ですね。まあ簡単に言うとご縁がなかったみたいな感じで思えた方が一番いいのかなと思いますね。僕結構ご縁を大事にするというか、やってみた結果、なんかうまくいかなかったなとか、そういう時はまあそういうタイミングじゃなかったんだな、そういう機会はまた違う時に生まれてくるのかなっていうような感じで、結構まあ期待してないというか、まあ諦めてるって言ったらあれなんですけども、そういう気持ちって結構大事かなと思いますね。切り替えるっていうのは大事かと思いますね。まあ、接点ない場合に関しては、まあ、ダメでもともとみたいなイメージで行動することっていうのは大事かなと思いますね。本当に、まあ、僕も今まで飛び込み営業とか、まあ、営業することに関しては、やっぱり相手を知ることっていうのは大事だなっていうのはすごい思ってるんですよね。これも結構、僕が独立する前、まあ、5、6年、まあ、5年、今5年目なんですけど、社労士事務所独立する前に、社労士事務所で、勤務で働いてたんですよね。で、その時に、まあ、社労士事務所の顧問先のね、営業しながら、飛び込みで営業したこともあったんですよね。ちょうどその時には、労働者派遣、派遣業が、届け出制でね、届け出っていうか、ただ別に、紙をね、書類を出して、この人に届け出れば、派遣業ができてた時代だったんですけども、それが、許可制になって、結構、審査が厳しくなったので、そういう切り替えの時期に、うちの社労士事務所で、派遣業の許可申請をしませんかみたいな、飛び込み営業をしてたんですよね。で、もう片っ端からその、派遣業で許可申請してないような企業さんに、ブワーッとリストアップして、一個一個電話をかけたっていうのが結構あったんですよね。その時にも、実際、声、電話してみて、話してみると、担当の方もちゃんと話聞いてくれるし、その話もしてくれるんですよね。ただ、案件につながらないのは何かというと、その企業さんについての理解が全然深まってないところが一番大きいんですよね。その企業さんについてどういうふうにアドバイスしたら、その企業さんのためになりますよとか、その企業さんがどういうことに困ってるかと思って営業してきたんですよっていうようなところが、やっぱ薄いから話せない。だからそこから営業に繋がんないなってところは思ったんですよね。飛び込み営業する際に関しても、まずは相手のことを知るとか、こういうことに興味がありますよっていうようなところは、やっぱりしないと、もう時間の浪費というかっていうのは、お互いにとっても、まあ嫌な気持ちになるかっていうところがあると思うので、そういうところは相手を知るってところは大事かなと思ってます。うちの事務所にも結構お問い合わせフォームからいろんな企業さんからメールというか、営業のね、メールとか来るんですけれども、本当に、なんていうんですかね、思うのは、ちゃんと自分たちの事務所に関して調べてないよねっていう方とかっちがすごい多いんですよね。本当にコピペであったりっていうか、まあ、宛先だけ変えて、本当に興味があって声かけましたっていうような、営業されてる方、メールで営業されてる方ってすごい多いなって思うんですよね。それ会社の方針なのか、自分自身の方針なのかわかんないですけど、それと別に、それでなんか案件につながる方っているんですかね？いや、僕いないと思うんですけど、はい。なんか本当に自分たちの会社と仕事したいのかなってところが伝わらないと、やっぱ相手の気持ちも動かないし、実際そのお仕事し始めた時に関しても、どうしてもそのお金、だけとか、納期とか、そういう上っ面なところでしか、こう、相手を見ずに済んでしまって、その相手の会社の内部の、相手の会社に対してのお役立ちであったりとか、そういうところに繋がらないってところはあると思うんですよね。で、これ本当にもう、なんですかね、反面教師にしなきゃなと思いながら、自分がもし飛び込み営業するんだったら、まずその企業さんに関して、もう、時間を取って、ちゃんと調べて、こういうことに対して お役立ちできるかと思ったので、ちゃんと声かけましたっていうようなところはちゃんとしなきゃいけないなと思いながらいつもやってます。はい。そうですね。本当に行動することって非常に大事だと思いますので、ぜひ皆さんもやっていただきたいなと思います。で、今日はですね、まあ、こうやって突撃営業すること、行動することの大事さについてのお話をしました。皆さん社会人になっても、いろんな部署にね、所属したりとか、まあ、先輩上司とかいろんな方とお仕事するかと思うんですけども、社会人になって一番思うのは、会社にね、属しているかもしれないですけども、一人の個人として働かなきゃいけない。お給料をね、自分のお給料を稼ぐためにも、自分がこう、何かこう、売り上げを取ってこなきゃいけないっていうような形で、もう誰かがね、自分のことを面倒見てくれるっていうようなところはね、もう高校ぐらいで終わってます。
い、終わってるので、まあ、自分で、行動しなきゃいけないんだなっていうのは常に頭に入れなきゃいけないなっていうのはすごい思ってますね。で、まあ、絶対怖いこととか、行動することって、誰もね、やってないことだったりとか、前例がなかったりとか、失敗してしまったら怖いな、みたいなこと気持ちって、起き上がると思うんですけども、それって本当に自分自身でね、作り出してる、まあ、恐怖だったりすると思うので、相手はね、周りのことは自分のことは何も気にしないっていうような形でね、まず、やってみる。行動してみる。で、その成功のね、確率を高めるためには、相手のことを知る、勉強する、気持ちを伝える、意欲、熱意を伝えるってことは大事だと思いますので、その気持ちを湧き上がらせるような努力っていうのはした方がいいのかなと思います。はい。少しでもね、皆さんの会社で働くような、まあ、働き方がね、良くなるようなお話が今日できたらなと思ってます。はい。今日はありがとうございました。シャローシラジオサニーデイフライデー DJ の田村陽太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。今日も気をつけていってらっしゃい。